月10日土曜日、時刻は午前9時を回りました。レディオモモを聞きの皆さん、おはようございます。岡山松田プレゼンツ、ドライフープ岡山ドライブレディオ。ここからは岡山のプロバスケットボールチーム、ドライフープ岡山を応援する30分。お相手は私、有馬さるみです。この番組はこれからも岡山を駆け抜ける岡山松田の提供でお送りします。岡山を走る、岡山を感じる、岡山を熱くする。私たちは岡山をホームとするプロバスケットボールチーム、トライフープ岡山の情熱を応援したい。これからも岡山を駆け抜ける、岡山松田。トライフープ岡山ドライブレディオ、今日は若狭幸輝選手、アシスタントコーチ大森勇さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。若狭選手は5月以来2度目のご登場ということになります。はい、お久しぶりでございます。久しぶりです。よかった、今日もトレードマークの赤いヘアでなんかすごく安心しました。そうですね、もうなんかこのキャラが定着しつつあるんで、はい、はい、続けていきます。いいですよね。そして今回初登場になります大森コーチ、はい、岡山県瀬戸内市のご出身でいらっしゃるということで、はい、トライフープ岡山ではアシスタントコーチを務めていらっしゃいます。まずは大森コーチ、はい、アシスタントコーチっていうのはどういったお仕事なのかというところから教えていただきたいんですが。そうですね、はい、ヘッドコーチの、まあ、基本的にサポートになるので、はい、まあ、試合中はヘッドコーチが気づかないようなところをサポートしたり、はい、で、まあ、選手たちとヘッドコーチのこの間に入れるように、うん、まあ、普段はこうつなぎ目になれるようにするっていうことと、あとはまあ対戦チームの分析が結構、まあ、対戦チームどういうことをしてくるとか、映像だったりレポートにして、まあ、ヘッドコーチに出したりミーティングに出したりするっていうのがアシスタントコーチの仕事になります。うん、ということは、まあ、分析とかをしたりということになってきますよね。はい、じゃあトライフープ岡山のこう頭脳的なポジションということになってきますよね。まあ、かっこよく言えばそんな感じで。そもそも大森コーチがアシスタントコーチになられたきっかけっていうのはどういったところだったんですか。そうですね、やっぱりもともとプロに入る前は、まあ、学校の教員になって、はい、こうバスケを教えたいなっていう気持ちがあったので、はい、まあ、幸いこう選手としてプロのキャリアを積めたので、はい、プロのチームにいるとやっぱりこうレベルが高いですし、まあ、やってるこの、まあ、若狭選手とかもそうですし、バスケに対する情熱がやっぱりこう学生より1段階も2段階も上なので、やっぱりそんなこうバスケに熱い人間の中でこうバスケを教えれたらなっていうのはあって、プロのチームでアシスタントコーチに、はい、なりましたね。じゃあもともとその教えることには興味があったということなんですよね。そうですね、ゆくゆくはまあ選手を終えた時はこう指導者になりたいなっていう気持ちはちっちゃい時から、はい、ありましたね。コーチとしてこうどんなところにやりがいを感じていらっしゃいますか。そうですね、やっぱりもう選手が上手くなってこう試合で活躍してくれるっていうのがやっぱりすごい、まあ、一番のやりがいかなっていうのは今シーズンやってみて、はい、すごい思いましたね。どうですか、若狭選手から見た大森コーチ、どんなコーチですか。あ、いや、すごい頼りになります。頼りになる、はい、分からんこととか聞いたらそのちゃんと答えてくれるし、戦略的にもなんかそのスカウティングレポートみたいなのがあるんですけど、はい、まあ、それもすごい見やすいし、はい、まあ、相手の分析とかもしっかりしてくれてて頼りになる人ですね。ありがとうございます。ちょっと照れちゃってますね。ちょっと照れますよ。なかなかそういうこと言わない人間なんで。なかなかね、こういった機会もないので。そうですね、あんまりこう2人で、はい、こういうの出るっていうのもないんで。そうですね、初めてかもしれないですね。初めて。まあ、ヒルキヘッドコーチ、はい、すごく熱くて、はい、こうパワフルな方だと思うんですけれども、ですね、こう一緒にこう、ね、トライフープ岡山を作っていくにあたって、はい、いやそうじゃないのに、私的にはこういう攻め方の方がいいのにっていうこととかあったりするんですか、やっぱり。あ、でもその意見の違いは正直あるのはあるので、はい、まあ、でもそのなんて言うんだろう、提案できないような雰囲気ではないので、はい、まあ、ヒルキも
どっちかというとなんか言ってほしいみたいな、なんか違う意見が欲しい人間なんで、どっちかというとまあなんか周りの印象だとどっちかというとケンさんがアグレッシブで、うん、僕がちょっと守りに入ってる感じに見えてるんですけど、実は結構逆で、はい、ケンさんは結構保守的な結構堅実なバスケで、はい、実は僕が結構アグレッシブになんかこうトラップって言ってこうちょっと仕掛けたりケンさんこれ仕掛けた方がいいんじゃないですかっていうのを結構こう挟んでいく、でそれで多分2人でちょっと意見をぶつかして、あじゃあこれでいこうかとかって、うん、結構まあ僕の意見もそう採用してくれる時もあるので、はい、こうまあ、わざとちょっとこうケンさんと違う意見を、うん、いいような意見をちょっと入れてるっていうところもありますね、はい、じゃあいいコンビっていうことになりますね、まあ、多分はい僕はそう信じてる、うん、はいですけどどうですか若狭選手、いいコンビだなと感じますか。あ、まあ、そうですね、はい、ケンジさんがその審判とかに言ってる時も、はい、大森さんも言うときあるし、はい、その別でなんかイサムさんが言ってケンジさんが止めるときとかもあるし、まあ、結構見てて楽しいなっていうのは結構あります、ね、なるほど。前回若狭選手ご出演いただいたときには、はい、あの怪我のためにちょっと試合に出れていないという状況だったんですけれども、そこから驚異的な回復を見せまして、はい、ホーム最終節にカムバック、まあファンの皆さん当然だと思うんですけれども、はい、一番ご自身が待ち望んでいた瞬間だったのかなというふうに思うんですが、はい、最終節はどんな気持ちで挑まれましたか。あ、もうとりあえずその復帰することに全て置いてたから、はい、まあ、復帰できたことがすごい嬉しかったし、そのまあ結構活躍もできたんで、はい、まあその辺はちょっと自分を褒めてあげたいのかなっていうのがあるのとやっぱ今シーズンって、まあ、来シーズンのことが契約とかどうなるか分からなかったから、はい、もうとりあえずその全部出し尽くそうと思って、まあ、ちょっと痛かったですけど、はい、頑張れたんでよかったかな。痛みもこらえつつというところだったんですね、はい、ツイッターで6月5日ですね、1ヶ月半ぶりの試合すごく楽しかったです、はい、みんなとまた試合ができたこと、勝てたこと、またコートに戻ってこれたことが嬉しくて泣きそうになりましたというふうにツイートされてました、はい、いや本当にあのこのツイートを見て私もちょっと涙がほろほろっとなったんですけど、ここに戻ってくるまでに本当にいろんな思いがあったのかなっていうのをこのツイートで感じました。はい、あもうでも、まあ、治療院とかその、まあ、トレーナーに見てもらってたんですけど、まあ、正直ちょっときついかなっていうのを結構言われてて、はい、でまあ、実際自分も骨折その高校の時にも結構してたから2ヶ月じゃ無理かなと思ってたんですけど、とりあえずそのなんていうんですかね、骨にいいものとか調べたりとか、はい、まあ、とりあえずできることは全部やろうと思って、まあ、日頃の生活で結構意識してたから、もう戻ることを大前提に、まあ、ちょっと生活はしてました。うん、まあ、結果今シーズン準優勝で幕を閉じたわけなんですけれども、はい、まあ、ご自身にとっては本当に怪我との戦い、はい、自分との戦いのシーズンだったのかなというふうに思うんですけれども、はい、今シーズン振り返っていかがですか。そうですね、その自分が骨折した時期がすごい悪くて、はい、上位の東京エクセレンスとかトヨタ合成とか、まあ、結構上位のチームと当たる中でその怪我してしまったから、まあ、その辺もすごいチームには迷惑かけたなとか思うし、そうですね、ちょっとな何を言おうとしたか吹っ飛んじゃったんですけど、はい、すごいちょっとまあ苦しかったシーズンでもありますね。まあ、その中でもこう支えてくれたチームの皆さんとかね、はい、あとこれもツイッターからですけれども、6月4日、はい、こんな治癒力のある体に産んでくれた両親に感謝して最終節戦いますということ、はい、もう両親にも本当感謝という感じだったんでしょうね。そうですね、もう親父もその結構前十字靭帯とか切ってて、はい、今もまだ52歳かとかでバスケもしてるから、はい、まあ、その多分僕の家系的に結構その治癒力のある、はい、まあ、野生的な家族だと思います。前回ねご出演いただいた時もあのお姉様ともとっても仲がいいということだったの で、今シーズンの結果本当にご両親もそうですし、はい、お姉様もとても喜ばれたと思うんですけれども、はい、何か言われましたか。まあ、親父からその、
もうなんかすごい僕のチームのことが気になってて、はい、なんかえ来年ビス上がるんかとか、うん、とりあえずその上がれるチャンスは結構大きくなったなとは言ったんですけど、うん、でまあ姉ちゃんとかも結構そのインスタとかでプレーとかをボンって載せて、うん、お祝いではないけど、はい、まあこの弟がビス上がるかもみたいなとかも結構書いてたんで、うん、まあすごい嬉しかったですね。自慢の息子であり自慢の弟というところなんでしょうね。あ、まあそうですね。嬉しいですね、はい、そうやってなんか自分のことのように喜んでくれる家族がいるっていうのはね、はい、どうですか大森コーチは近くでその怪我と戦う若狭選手ご覧になられてたと思うんですけれども、はい、そうですね、やっぱりまあコーチ陣からしたら戻ってきてほしいけど、まあさすがにこの骨折だったら間に合わないんじゃないかっていう風に思ってたんで、はい、でも、まあ、さっきも言ってましたけどなんか後期の野生な感じだったらもしかしたらもう最後らへんに戻ってくるんじゃないかって言ってたら本当に戻ってきて、はい、で戻ってくるだけじゃなくてちゃんと活躍したんで、はい、まあ、それはもう本当に、まあ、終盤他にも怪我人が結構出て、はい、なかなか厳しい状態だったんで最終節の前日練習は実は僕も練習に入るぐらい怪我人からです。そんな足りなくて怪我なんか急に会場に着いたらちょっと練習してくれみたいに言われて、はい、めっちゃおもろかった。いやそう急に本当にでもう次の日もめっちゃ疲れてたしいやまあそんな中で本当に戻ってきてくれたのはすごいもうチームとしてプラスだったし、で本当に2位になるかまあ4位になるか3位になるかまあいろいろで2位になれたんで、もう本当その、まあ、後期が戻ってきてくれたおかげもありますし、それは本当最終節、うん、僕たちにとってはすごい最高の形で終われたのはすごい良かったかなっていうふうに、はい、思いますね。若狭選手の脅威の回復力が大きな力になったというところですね、はい、それは間違いないです。ではここからねまたいろんな話を伺っていきたいと思うんですけれども、大森さん、はい、アシスタントコーチはどういったお仕事なんですかというのを先ほどお話をお伺いしたんですけれども、はい、チームの中にはヘッドコーチ、アシスタントコーチをはじめさまざまな役割があると思うんですけれども、はい、そのあたりについてもご紹介いただけますか。そうですね、まあ、ヘッドコーチが一番中心となってこうチームを指揮していく役 でうちはデベロップメントコーチっていう松本くんっていう人がいるんですけど、まあ、うちはサテライトチームっていってこう育成チームがあって、まあ、サテライトチームのヘッドコーチをやったりトップチームの選手のまあ個人スキルだったりそういうのをこう向上させる中心にやってくれるコーチなんで、でマネージャーはチームの例えば何時に会場に入るか何時の電車で東京に向かうとかチームのこの全般をこう指揮していく、でトレーナーはこうみたいな怪我をした時にまあ、試合中こうアクシデントした時にトレーナーが元気が向かいです、まあ、トレーニングを今ちょっとシーズンオフに入ったんで、まだ1枚あるんで、まあ、シーズン中だったら週1回か2回こういうシーズンを作ってこういう練習をこういうのを作ってこういうのを作ってまあいろんな仕事を作ってみたいな。結構これは僕は水入りなんで B1 とか行けばもっともっと結構細かく仕事が頑張れるんですが、僕のアシスタントコーチだったらまあビデオを作ったりこうしたりしてアシスタントコーチにしてこうビデオを作るだけのコースとかそれはどん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  B1 のコーチに行けばもっと細かく仕事が一緒に探そう希望胸に扉開いていこう、少ないということで、まあ、協力しながらやっているところですね、はい、そういった方々が選手の皆さんをサポートしながらトライフープ岡山というチーム頑張っているということですよね、はい、今現在はですねシーズンオフ5人制はシーズンオフということになっておりまして、はい、3人制のリーグ行われているんですけれども、5人制と3人制ではやっぱりチーム陣とかもこう変わってきたりとか違いがあるんですか？そうですね、やっぱり5人制と3人制だと、まあ、大きく違うのがこう試合中にベンチにコーチが入ることはなくて、はい、まあ、コーチがいたとすると、まあ、スタンドか、まあ、外で見てるっていうことで、で外からこう例えば中に指示を
飛ばしすぎるとこれ注意を受けるんですよ、審判から。そうなんです、ね、だから、まあラグビーのコーチみたいな感じで、まあもう試合が始まればもう選手たちに任せてっていう感じになるので、まあその練習でこういうことをしようとかっていうのはあるんですけど、まあ、基本こう、まあ、選手たちのこう選手たち中心にやっていくっていうのが大きな違いですかね、3人制と5人制に。トライフープ岡山現在3人制リーグで絶好調みたいですね。そうですね、はい、先週の大会でもカンファレンスで優勝したので今もう上位に行けていて、はい、でカンファレンス内には 3×3 のこう日本代表候補の選手がいたり、結構レベルの高い、カンファレンスなんですけど、その中で結構いい成績を残せているので、うん、まあ、うちは昔からこう、まあ、3人制から始まったチームなので、はい、この3人制もこうどんどん力を入れていこうっていう形で今やってるところですね、はい、いい形で結果が出せてるというところですね。そうですね、はい、すごい良くなってるかなっていう印象はあります。若狭選手、はい、まあ、5人制でいうと現在はオフシーズンということになりますけれども、3人制で今もね、はい、プレーされてる鳥取ですかね、はい、どうですか鳥取のチームは。まあ、外国人もいないし、はい、まあ、平均身長がすごい低いんですけど、はい、まあ、その機動力というか動くっていうのを結構、まあ、目標というか、そのもう相手チームとか結構大きい選手がいっぱいいるので、はい、そのまあ機動力で、まあ、向こうに勝つっていうのを結構意識はしてるんですけど、それこそ広島ラウンドの時トライフープ岡山と試合して、まあ、長谷川選手とか、で TR プレイヤーのジョシュア・クロフォードっていう、まあ、2メーター10センチぐらいの外国人相手に17対21かな、でまあ、負けちゃったんですけど、はい、そのまあ、自分たちの目標としているその動くバスケっていうので結構接戦になることはできたんで、まあ、その辺は良かったかなと思います。こうどうなんですかね、いつもはこう仲間として戦っているメンバーと、はい、今度3人制になると敵として戦うわけじゃないですか。 そうですね、その辺何かこうやりにくさとか感じたりするんですか。まあやっぱ僕も向こうの弱点を知ってるし、向こうも僕の弱点を知ってるから、まあ、その試合するってなったら結構そのなんていうんですか、まあ、やりにくいというか、もうやるプレーが分かってるから止められちゃうというか、でもまあ逆に向こうはまあ大きいからそこを結構ついてくるんですけど、まあ、それを止められないとか、でまあその試合中は結構会話とかもできるから、まあ、その試合してる途中はやっててすごい楽しいですね。はい、なるほどね、やっぱそういった違いもありますもんね、はい、まあ、3人制でプレーされてるので忙しいと思うんですけれども、はい、5人制よりはちょっとゆっくりお休みの日もあるんですよね、はいはい、どんな風に過ごされてますか。あ、まあ、僕はその、まあ、前回言ったかなと思うんですけど、その、まあ、インドア派なんで、はい、家でもずっとその YouTube とかプライムビデオとか見ながらお一人で過ごすっていう、あの、まあ、お腹減ったらなんか買いに行って、はい、でまあ、自分で作って食べてみたいなとかを結構してます、はい、どんなもの作られてますか。ちょっと凝ったもの作ったりしますか。あ、いや、もう野菜炒めとかさっと食べれる感じの、はい、そうですね。あとはもう YouTube を見て、はい、のんびり過ごすっていう感じなんですね、はい、この時期にこれだけはやっておきたいって思ってることとか何かありますか。あ、まあ、ちょっとそのチームからも言われてるんですけど、はい、まあ、ウェイトというかウェイトトレーニングで、はい、その、まあ、B3 に新しく参入してくるチームとかでも結構 B1 とか B2 でいた選手たちがいるから、まあ、その当たり負けしないような体をちょっと作れたらなとも思ってます。うん、まあ、リフレッシュしつつも来シーズンに向けて体作りをというところなんですね、はいはい、では最後になりますけれども、来シーズンに向けての意気込み、そしてファンの皆さんへのメッセージを若狭選手からお願いいたします。はい、まあ、来シーズンはその新しくチームが増えるんですけど、はい、今シーズンの結果で2位というその成績を残せたんで、まあ、来シーズンの結果次第では B2 に上がれるということなんで、まあ、何としてもその自分たちの目標である B3 優勝して B2 昇格っていうのを、まあ、掴み取れるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、続いて大森コーチ。はい、今シーズン2位という結果ですごいいい結果が残せたんですけど、まあ、その中でやっぱりそれにこう上乗せしてパワーアップして
今あの若狭選手からもありましたようにこう強いチームが入ってくるので、まあ、僕らの目標であるこの B2 昇格に向けてこのトライフープのこのチーム一丸でやるバスケットボールっていうのが僕たちのこの持ち味なのでこうチーム一丸でしっかりこう B2 に向けて頑張っていけるように全員でプレーしていくのでぜひ会場に来ていただいて応援していただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はトライフープ岡山若狭幸輝選手アシスタントコーチ大森勇さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからの時間は岡山マツダシェアドライブ。ラジオをお聞きのあなたとシェアしたい情報やドライブにぴったりなナンバーをご紹介します。今日は岡山マツダ追松店副店長の大島育子さんにご紹介いただきます。それでは大島さんよろしくお願いいたします。岡山マツダ倉敷追松店副店長の大島育子です。追松店は店長私含め営業11人、サービス13人、事務員1人、カフェスタッフ1人、計26人で構成されております。追松店の魅力ですが、リニューアルして4年目の新しい店舗となります。野田店や高谷本店のように黒基調のお店ではなく、倉敷の美観地区をイメージして白を基調とした明るく和モダンなお店となっています。また追松店専用にブレンドしたコーヒーを広島の自由人さんから取り寄せており、カフェのある野田店と追松店でコーヒーのブレンドを変えておりますので、コーヒー好きな方はぜひ両店へ足を運んでいただき飲み比べをしてもらえたらと思います。倉敷の観光地ではある美観地区や瀬戸大橋も近く、オープンカーのロードスターで街並みをドライブしてみてはいかがでしょうか。岡山を走る、岡山を感じる、岡山を熱くする。私たちは岡山をホームとするプロバスケットボールチームトライフープ岡山の情熱を応援したい。これからも岡山を駆け抜ける岡山マツダ。お送りしてまいりました岡山マツダプレゼンツトライフープ岡山ドライブレディオ。今日は若狭幸輝選手アシスタントコーチ大森勇さんにお話をお伺いしました。今回はアシスタントコーチにもご出演いただいたので、チーム一丸となって戦っているというのがよく分かりましたよね。チームトライフープ岡山3人制も絶好調ということなので、引き続き一緒に応援していきましょう。チームの詳しい情報はトライフープ岡山のホームページをチェックしてみてください。またツイッターやインスタグラムなど SNS からも情報を発信しています。そちらもお見逃しなく。岡山マツダプレゼンツトライフープ岡山ドライブレディオ、毎月第2第4土曜日朝9時からの30分お送りしています。次回の放送は7月24日土曜日朝9時からです。ここまでのお相手は有馬晴美でした。この番組はこれからも岡山を駆け抜ける岡山マツダの提供でお送りしました。